完璧な焼き上がりじゃないですか、これ。はい、どうも、料理のおじさん、りゅうしでーす。ということでですね、今回はですね、僕はもう何杯も飲んでるんですけども、しこじるです。開き直りました。最初はなんかやらないって言ってたんですけど、酔っ払ったらもうね、やる。あれは嘘だ。ということでですね、今回はこの冬絶対に飲みたい至高のオニオングラタンスープでございます。皆さん懐かしい響きでしょ。このオニオングラタンスープはね、絶対食べてほしい。めちゃめちゃうまいので、で今回はですね、玉ねぎをやるところから始めるんで、やります。もう行こう。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、やっていきたいと思います。もう材料はね、概要欄に書いてあるから、もういい。もう料理がしたくてたまらない。切りたくて仕方ない。まずね、玉ねぎ2個。で、これを切ります。ヘタ切って、両方切って、これ切ります。そして、皮をね、剥いていく。で、これね、中サイズ2個で、だいたいね、500〜550g ぐらいの、玉ねぎを今回使用しています。オニオングラタンスープじゃない、玉ねぎをたっぷり使うスープでございます。これでね、だいたい2人分ぐらいできます。これこんな感じですね。あ、忘れてた、至高シリーズに一番大切なこと何だと思いますか皆さん。それはですね、それは何飲むこと。飲むことじゃないよ。酒飲んで何が至高なんだよ。もう僕はもう何杯も飲んでるんですけども、違いますよね。このオニオンスープっていうのはすごくね、丁寧に作る。長時間ね、炒めたりするんですよ。なので体力をつけないといけない。で、体力をつけるためにどうするかっていうと、これですね。やっぱね、エナジードリンクを飲まないと。エナジーをつけていきます。何、酒飲んで何が至高なんだよ。それはこれで玉ねぎいっぱい切るぞということでやっていきます。玉ねぎなんですけども、もうほんとこれはね、スライスしていくんですよ。これね、まあこう半分に切って玉ねぎをスライスしていきます。なるべく薄い方がいいんですけども、薄くなくてもたくさん炒めれば大丈夫ですんで、なるべく薄めっていう感じでやっていただければいいかなっていうふうに思います。これがね、一番大変なんですよ。玉ねぎをね、スライスするのがね、まずめんどい。エナジーがあれば何でもできる。至高のオニオングラタンスープ、ほらこんな使うんですよ。で、あとニンニクもね、後で使いますんで、これすりおろしで使います。だからですね、ケツ剥いてもらって皮を外してください。これを使っていきますか。これね、玉ねぎなんですけども、これカレーの時もやったんですけどね、飴色に炒めていくんで、これをですね、やっていきます。こんな感じですね。はい、そして3分。ラップしなくていいですか。ラップしない方が水分飛びますからね。はい、まあ3分チンしたのはこちらになりますね。水分が飛んで焦がしやすくなる。まあとにかくやってください。そうすると茶色くなりやすくなります。で、バター溶かしたらもう入れちゃう。全部今回はね、ちょい大変なレシピです。で、できればもっと大きいフライパンがあったら、もっと大きいフライパンでやっていただいた方がいいです。最初はね、ちょっと強めの火でいいよ。なぜ強火の火がいいかっていうと、電子レンジでチンしたことによって水がね、出てるのかなり。これ一回飛ばしましょう。ほら、わかりますよ、この水がね、ちょっと出てるんですよ。これこの水をね、最初に飛ばしていく。そうすることによって早くね、反応が起きるんだよね。メイラード反応、まあ要するに焦がし玉ねぎを作るってことですよ。これはね、僕のレシピの中でもかなり手間のかかる方です。なぜかというと、この玉ねぎを炒める工程があるから。これが面倒なの、これ。でもね、これはね、面倒だからといって面倒じゃなくなる方法はないです。オニオングラタンスープってのはそういうものだと思ってください。これ、ね、鍋肌に当たってるところが茶色くなりますんで、それやっていきます。あ、ちょっと兆しが見えてきましたね。でもね、美味しいオニオングラタンスープ皆さん飲みたくないですか。私は飲みたいです。なので、これ頑張ってください。だいたい20分ぐらいはかかるかな。強火でやってもいいですけど、強火でやる場合はサイズを動かしてください。焦げ付き早いんでね。これはあの前回、まあ至高のカレーっていう時にやったんですけども、炒め玉ねぎちょっと焦がしてたじゃないですか。今回はね、焦がさない方がいいです。真っ黒な部分はね、カレーの場合は逆に作った方が深み出るんですけども、オニオングラタンは作んない方がいいんで、これ焦がさないように気をつけてください。中火から中弱火ぐらいやっていただいた方がいいと思います。今ね、10分ぐらい経ってこれぐらいですかね。で、これまで離さない、置いたとしても30秒ぐらい。玉ねぎのね、甘い香りがするの。これ甘い香りでエナジードリンク、エナジー湧いてきました。あ、ほらほらほら、こうです、こうです、こうです。この焦げです。これ以上いくとダメです。こっからはね、早いんでね、動かしながらやってくださいね。で、貼り付けて、まあもう返す。料理してますね、私。で、今12分ぐらい炒めたの、これ。こっからはね、火を落としていく。これ以上やるとね、焦げちゃうんでね。
これ今いい感じです。オニオングラタンスープの色ですね、これなんですよ。でこれ今火を落としましたんで焦げることも少なくなってくると思います。オニオングラタンスープをやるときはね、これだけはやってください。あとはそんな大変じゃないからね。くなってきましたよ皆さん、こんな感じの炒まり具合です。色的にねもうちょっとつけたいぐらいです。あ、いいですねいいですね。はい、皆さん見てください、これぐらいの色、これぐらいの色がすごく美味しいと思ってます。まあだいたい今18分ぐらいかかったかな。これぐらいの色になったらお水2カップです。 400cc、 これちょっとなじませます。オニオンのスープの色が出てきましたからね。ここにある方はビーフコンソメっていうのが売ってますので、市販でね使っていただいた方がそれっぽくなります。なんですが今回は普通のコンソメでやります。ビーフコンソメとかねあんま売ってないし言えないからね。大さじ、カレー作る方とかもたまに持ってるんですけども、もしある方これローリエ、これすっごいいい香りしますんで、これやるとさらに、コク深くなります。まあ、なければいいです。あるともっと本格的に近づく。でこれね沸かします。見てください、この濃厚なスープ、これがうまいんですよ。これでこれ十分ね熱されてるんで、沸騰させたら味を見ます。そしたらですね、ニンニクをおろして入れていきます。これがねポイントです。これおろしニンニクほんの少し、これがものすごいいい味を出してくれます。そしてここに胡椒、あるならホワイトペッパーのがいいんですけども、ご家庭あんまないと思うんで、今回は黒胡椒軽くね入れてあげます。そして味を見ます。玉ねぎはすっごい入ってるんでね、結構ね食べるスープ感があります。これはちょっとね味が強い。水なんですが 450cc しました。 50cc ちょっと追加、今回ねかなり味が出ましたんでね。うん、あいいね、450が正解ですね。これねちょっとね弱火で熱々の状態キープしてあげてください。そしたら耐熱皿、そうしましたらスープを入れていきます。これね結構食べるスープに近いんで、こんな感じで玉ねぎがねダクダクになります。このスープねマジうめえから。バケットがありますんでこいつを敷いていきます。こんな感じでね、これね市販のバケットでいいです。ちょっとねソフトフランスなんて言うんで焼きました。でここにたっぷりのピザチーズ、僕は一つかみぐらい、多分ね40から 50g ぐらいの、 40g ぐらいかなのチーズを乗せていきます。オニオングラタンスープはねこの作り方いっちゃうまいです。でこいつをオーブントースターに入れて焼いていきます。1個しか入んなかったね。焦げ目がつくまで焼いてください。ご家庭によって違う、これは多分ね8分ぐらいでいいと思う。あとは温度による。はい、ということでできました。超うまそういやいやいや、これ見て完璧な焼き上がりじゃないですかこれ。でここに彩りでねパセリをねちょっとかけて、いやー、はい、こちらで至高のオニオングラタンスープ完成でございます。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。ございます。これはねワインかな。じゃあ今日はちょっと新しいワインを分けちゃいたいと思います。オニオングラタンはやっぱりワインでしょ。これは赤と一緒にいただきたいと思います。これですよ、これオニオングラタンスープって言ってるじゃないですか。ほぼグラタンですよこれ。この具材たっぷり感、いただきます。おおちょっと待って、これたまんねえわこれ。深くいった玉ねぎと赤合いますねこれね。味の染みたパンも最高、一皿で満足できる。レストランでこれできたらうなりますよ皆さん。このサクッとしたバケットにトロトロの具だくさんのスープ、これはもう食べるスープですよ。ほんのりねニンニクが香るんですよ。これが美味しい。あの玉ねぎを炒めていた地獄の20分、これが全て報われる。そしてここで味変換風に入れましょう。あまりにもタバスコを使いすぎるので嫁をもらいました。これちょっとの辛み、オニオングラタンスープにつける、これ邪道ですが最高に美味しい。チーズとね合うんですよね。このほのかな酸味がね何倍も美味しくする。うわぁ、こんなにうまいオニオングラタンスープはねなかなかありません。皆さん玉ねぎありがとう。少しねタバスコだとかこれがパンチが効いてすごくお酒に合うようになる。そしてこのナツメグですね、ちょっとかけていただいて。チーズ系にはねナツメグっていうの実はねすごく合うんですよ。これねほんの少しかけていただくとすっごくクオリティがお店になります。
これナツメグはちょっと最終的にパラッと全体にかけてあげてもいいかもしれない。非常に美味しくなります。これとワインの相性がたまらないんじゃ。これ本当最高の出来だと思うよ、僕本当に。ですので皆さん、今日至高のオニオングラタンですね。本当に美味しい出来になってます。酒が進むこと間違いないし、皆さんぜひやってみてください。これはね、僕のレシピの中でもかなり手間がかかることです。ロレスがまだまだ違う全然。